さんこんにちは。今回は前回のお話の続きで、実際にファイア状態を実現するための検証をしていきたいと思います。計算をわかりやすくするために、税金や物価上昇などの要素はあえて考えないざっくり計算です。その点をご留意ください。税制の変化や、急な物価上昇は正直なところ読めませんからね。また根拠となる数字も、あくまでもオープン主の場合なので、特に生活費などはかなりの違いが出てくると思います。その点も合わせてご留意ください。それでは、次のパートから検証を開始していきます。はい、まずはファイア状態のおさらいです。この年 4% で運用した利息だけで生活費を賄い、資産を減らさない、という半永久期間状態を作り出す必要があります。運用資産を減らさないことがとても重要なので、仮に年 3% でしか運用できない場合、生活費を節約するか、不足分を他の収入でカバーする必要があります。逆に 5% 以上の運用ができた場合は、少し贅沢をしたり、運用資産を増資したりといった選択肢が出てきます。さて、ここまで資産を 4% で運用と言い続けていますが、ネット上でいろいろな投資関連のブログや記事を見ていると、長期的に現実的な数字は 5% という記載が多かったので、そもそも無理な目標ではないようです。記事の中には、利率と利回りが混在しているものもありましたが、利回り計算は税金なども考えないといけないので、ここでは利率のみ考えます。ちゃんと詳しく知りたい方は、本物の投資コンサルに相談しましょう。さて、それでは毎年 4% 以上の利益を出す資産運用はどうしたらいいのか？という点について、こちらのパートで検証していきます。日本では少し前から老後資金のための投資ブームが来ていますが、選択肢が多くなった分だけ、ある程度の知識をつけて、悪い商材を見極めないといけません。そう考えると、ウプ主が主に活動拠点にしている東南アジアは、非常に恵まれた運用方法があります。手っ取り早い資産運用。それは、定期預金です。定期預金って、銀行とかに長期間預けるあれですか？はい、ご想像通りのあれです。あれって、今だと高くても 0.2% ぐらいですよね。そんな金利でどうやって生活費の分の利益を出すんですか？ああ、そもそもの金利の数字がですね、国や預金方法でも異なるんですが、1年以上の定期預金であれば、大体は 4% 以上の金利なんです。では、預けてるだけで、預金が増えると？利息に税金がかかってしまう国と、かからない国の違いはありますが、基本的には定期預金をするだけで、預金額が勝手に増えていきます。ウプ主は例のウイルス流行前から、少額の定期預金をしていますが、その当時から、どの国も、外国人の新規の定期預金について、要件が厳しくなってきていました。昔であれば旅行のついでに定期預金までできる場合もありましたが、今では長期ビザ保有が要件だったり、数回の来店が必要であったりと、現地に在住していることが求められるようになってきています。そうなると、複数の国で資産の運用をしたい場合、各国で会社を立てて、常に自分自身に長期のビザを出せる体制は有効ですね。東南アジアでの資産運用で定期預金が有効なのはわかりましたが、気になる利率は、どんなもんなんでしょう？ウプ主が現在保有している口座や定期預金は全部で3つありまして、現在住んでいるベトナム、口座開設難易度が低かったカンボジア、復帰してから色々と問題発生のミャンマーの3カ国になります。一時期はタイの非居住者口座も持っていたんですが、保有するメリットがなかったので、口座を解約してしまいました。さて、それぞれの国の預金金利は、ベトナムの国営大手銀行、1年定期で年利 5.5%、例のウイルス流行前は 7% 近かったので随分と下がってしまいました。規模の小さい銀行であれば、現在も 7% 近くの案内が出ています。なお、こちらは現地通貨のドンでの預金となります。続いてカンボジアの定期預金。こちらはなんとドルでの預金で、1年定期、毎月利息を受け取る方式で、年利 4.1% となっています。利息の受け取りが年1回ならば、1年定期の金利は 4.3% です。ちなみにこちらの定期預金も、ウプ主が始めた2018年当時は、毎月利息受け取りが年利 4.75%、年1回利息受け取りは年利 5.25% だったので、税のウイルスにはだいぶ被害を受けています。
ちなみにこの年利は、ある程度の規模の銀行の利率になります。マイクロファイナンスの定期預金だと、年利 10% という案内も、普通に溢れていました。正直なところ、年利が 8% を超えるとなんとなく不安になりますね。最後にミャンマーの預金金利ですが、こちらは定期預金をする必要がなく、口座開設した2018年当時は、普通預金の年利が 8% でした。定期預金にしても、あまり利率が変わらないことと、担当者の説明がいまいち不明瞭だったので、普通預金だけで寝かせることにしました。なお、現在その銀行の金利を調べてみたのですが、通常の年利は 5%、条件付きで 8% となっていました。うぷ主の口座の中で、最大の利率ダウンとなっています。さて、簡単にベトナム、カンボジア、ミャンマーの金利のご紹介となりました。個別の預金口座の始め方は、後日挙げていきたいと思います。これは、チャンネル登録しておかないと、見逃してしまうかもしれませんな、ちら。なお、冒頭でもお伝えしたように、今回のお話では税金のことや、物価上昇は考えていませんので、今後、東南アジアや他の地域に移住して資産運用を始めようとお考えの方は、必ず事前に、その国の投資環境やどんなリスクがあるのかについて、調査をしておくことを強くお勧めいたします。現在のうぷ主のように、開始時よりも利率が下がったり、急に要件が厳しくなって、運用ができなくなったりというリスクが、新興国では常につきまといますからね。さて、今回の動画は以上です。この動画が面白かった、参考になりそうだという方、ちょっと次回以降も気になるという方は、チャンネル登録、高評価をお願いします。それではまた次回の動画で。ご視聴ありがとうございました。